カルロス・レイガ・ダスカ・スティー・ジョは、メキシコの映画監督、脚本家、映画プロデューサー。ヌエーボ・シネ・メヒカーノの映画作家の一人である。1971年10月10日、メキシコの首都メキシコシティで生まれる。1987年、16歳の時に、アンドレー・タルコフスキーの作品に影響を受ける。その後、アメリカのマウント・セントメアリー大学に進学した後、 メキシコで法学を、ロンドンで、武力紛争を学び、国連の機関で働いた。1999年、日本の短編、プリシオネロスとマックス・ユマンを制作。同年には、最初の長編、ハポンの脚本を執筆し始め、2001年に撮影を終えた。翌2002年に完成した同作は、 第55回カンネ国際映画祭でカメラドール特別表彰を受賞。その他にもブラチスラは国際映画祭グランプリ、テッサロニキ国際映画祭監督賞など多数の賞を獲得した。2004年、友人のハイメロマンディアと共にアマトエスカランテの長編デビュー作サングレのプロデューサーを務める。以後、プロデューサーとしての活動も行うようになる。2005年、 エスカランテが助監督を務めた天国のバトルが第58回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品されるが、写実的な性描写により酷評された。2007年に発表した静かな光は第60回カンヌ国際映画祭で審査員賞を受賞し、マーティンスコセッシに高く評価された。2012年闇の後の光が 第65回カンヌ国際映画祭で監督賞を受賞した。ありがとうございます。